ポン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 とくにゃんまあそういうてもねまぁ、あの衆院選からまあ1週間というかねもう、まあ、今日8日ですからまあ8日、えー、経ったということなんですけどもやっぱその衆院選でまぁ、あ、野党、まあ、特に立憲民主党と共産党がねまぁ、あ、議席を減らしたと えー、まあ、ここがね、やっぱそのきちんとあの分析っていうか、あの検証、えー、されないとね、やっぱそのまあ来年は参院選あるわけで、そこに向かって、えー、本当にそのきちんと あの、検証分析しないと、また同じ失敗繰り返すんちゃおうかなっていうね、その野党共闘についてね、僕はそこへの不安があるんで、えーまあ言ったらね、まあ共産党なんかはですね、あの、今回の野党共闘は、なんかあの、こう、良かったみたいなね、 なんかそういう結論をして、ええー、っていうかね、その議席も票も減らして、えー、それで良かったっていうのは、やっぱりそこへのこの不安っていうかね、いや僕は野党共闘は支持してるんですけども、その野党共闘の仕方ですよね。あの、どうやってやっていくかっていうね、やっぱ今回何が、 あの、良くて何が悪かったのかと。良かった点はやっぱあるわけですよね。まりさんの神奈川13区で、ま、え、り、ー、さんがあの小選挙区で、えー、ダメだったとかですね。まあそういうのはいいとこはあるんですけども、ただ全体として悪かったと。 えー、いうのがね、まあ、これも客観的な評価だと思うんで、だからそこをね、まあ、冷静に、あの、見ていかなあかんと思うんですけども、まあ、この野党共闘は良かったんだ、みたいな、あの、ことで、あの、また、その、 同じようにね、あの、やっていくとすれば、これは本当、来年の参院選にも僕は影響するんじゃないのかなということで、僕はそこはきちんと、あの、早急にというかね、あの、<laughs> ちょっと見直してほしいなと思うんですけども、まあ、昨日から今日、昨日は朝日新聞のえ世論調査があって、 で、今朝は JNN の世論調査の結果が出てるということで,で、朝日から見ていくと、自民党の過半数は良かったというのが47%で、良くなかったのが34%で多かったということでね。 やっぱりね、この、なんていうんですかね、あのー、まあ、今回は維新が、えー、40議席とか取ったっていうのがあってね、で、やっぱそういうのから見ると、やっぱり立憲と共産が伸びなかったっていうのは、やっぱここは、要は原因があるんだなと、あのー、なんて言うんですか、こう立憲と共産の選挙協力についてですね、その一般 日本化を進めるべきというのが、27%、朝日では27%しかなくて、ですねそうは思わないというのは51%と。 いうのが出てるとでこれは僕はね、あの何て言うんですか、一本化は僕はやらないと、あの勝負にならないというね、衆院選とかまあ、参院選でもそうだと思うんですけども、あのそれはあるんで、僕、これはやらないと、あのもっとバラバラだったら、僕はあの野党は負けるっていうのはあると思うんで、まあ、ただでもやっぱその一本 日本化するというイメージがねあんまり良くなかったっていうのは、この朝日の調査から出てるかなと、であと、まあ今朝の JNN の世論調査で、ですね立憲民主党と共産党が共闘して政権交代を目指したことについては、ですね評価するっていうのは41%、評価しないが48%で、 評価しないの方が、まあ、7ポイントほどではあるんですけども、上回っていると、えー、いうことなんですよねでその。さらに立憲共産の支持層の75%以上は共闘評価してるけども、えー、政党支持なしと、まあ、これ無党派層ですよね、えー。ではですね、評価しないの方が上回っていると、まあ、いうことで、ここはね、やっぱ僕はね、あのー、 なんか接戦区で競り負けたっていうところが、まあ、多かったんですよね、これ、野党側がね。それだから見ても、やっぱり無党派層、あの立憲共産支持層はねあの頑張ったっていうのはあるかもしれませんけれども、その無党派層はやっぱこのなんか野党共闘、ね、あについて、やっぱ評価してなくて、まあ、それがやっぱり自民党に流れたり、維新に流れたりっていうのがあったんちゃうかなと。 いや、これは僕はの一本化せなあかん、一本化しないと絶対勝てないわけですよね、この衆院選っていうね、衆院選だったら参院選でもね。だから一本化しないといけないけども、この野党共闘、あの、まあ、ことさらね、やっぱ共産党がやっぱ今回野党共闘をですね、するぞとで、政権交代を目指すぞみたいなことを言ったのが、僕はやっぱ、あの、これがまずかったと。 言、えー、うのはね、僕はそういうことは言わざるを得ないと思うんですよね。うん、だから、あの例えば衆院選で今回、あの何て言うんですか、こう数が増えてから、立憲民主党と共産党の議席が増えてからですね、まあ、政権、えー、に、 取るかどうかについて、僕は考えたらいいいいと思うんですけども、その数が増える前からですねあの、特に数の少ない共産党がね、一生懸命政権交代だ、連合政権だと、で、まあ、安保とかにあのにしても、ですねまあ、ここは譲りますみたいなね。いやそそそれそれそれは僕で いいと思うんですけども、ただそれをことさら強調することによって、あ無党派層からは、ですねやっぱそのどうなんだと、野党共闘。 ええっていうね。まあ、選挙に勝つために、その、なんていうんですか、選挙協力するっていうのが、僕は、あの、好意的に受け入れられたとは、やっぱ、あの、思えないかなと。いや、でも、一本化は必要なんですよっていうね。だそこは難しい。この今後、あの、こう世論調査とかですね、衆院選の結果を分析して考えていかな、あかんと思うんですよね。うーん いやだからね、まあちょっとね、やっぱ共産党が前のめり、あの、政権構想にね、あの、したとで、立憲民主党なんかはですね、やっぱ連合との関係とか、そういうことも考えて、あの、そういうことはあんまり言ってなかったわけですよね。共産党と一緒に政権取ります、みたいなことは、あんまり大きく言ってなかったと思うんですね。そこがやっぱりさらにね、僕はその立憲民主党と共産党の、えー、共闘 ね選挙協力するって言っても、その辺の違いっていうのが出てて、それが僕は有権者にとって、えー、よく思わなかったんじゃないのかなと、何なんだろうとうん、特にね、やっぱりの立憲民主党なんかは、その連合との関係っていうのもね、あのき切れないっていうところがあるんでしょうねと、いや、僕は連合っていうのはあの全然評価してないんですけども、ただれ、あの票とかですね、あの そのんてうか選挙で動いてくれる人とか、そういうことを考えると、連合との関係というのも、あの、保っていかなあかんと、立憲民主党としてはね。で、でも、共産党の票も欲しいと。 なかなか難しい、その、バランスの中で立憲民主党というのは今後もですね、やっていかなあかんと。で、まあ共産党としてもですね、やっぱその、えー、立憲民主党、ね、野党共闘するっていうことで、あの、まあ票も増やそうっていうね、議席も増やそうっていうところはあったと思うんですよね。でもそれがやっぱ結局、裏目に出たっていうのが今回の、えー、衆院選だったんじゃないのかなと。だからそういうのがなければね、あの、 な,なんていうんですかねそういうあの政権取るとか野党共闘だとかって強調せずに選挙協力とか野党共闘っていうのをねあのや,やれば僕は議席が増えた可能性はあるんじゃないのかなとだからそういう意味ではそのモデルケースとしては。 やっぱりその2009年、えー、民主党が政権交代した時っていうのはですね、まあ、直前に共産党が、あの、小選挙区で、まあ、一方的に降ろしたっていうのがあったんですよね。まあ、それはその小沢さんと C さんが、えー、話したから、みたいなことも報道されてたんですけども、いや、本当のとこはね、どうなんかなと思うんですけど、いや、そこがね、僕は、あの、一番のモデルになるんじゃないのかなと、うん。 いやそれはでも共産党にとっては僕はね不利なものというかね一方的に下ろして何の見返りもなかったのかなっていうねことがあって今回の,あの政権構想とかねはって言ってることにつながると思うんですけどもでもでがねあの言わん方が結果的に2009年の時も共産党はまあ議席は、F 増えはしなかったんですかね。でも維持は、議席維持はできて、えー、票もですね、まあ、500万票ぐらい、えー、近い、え、票だったと思うんですね。まあ、それはま、その時だからっていうのもあるかもしれませんけども、だからそれがね、やっぱあんまりこう、野党共都を強調するっていうのが、僕は裏目に出る、出る、出たっていうのが今回の衆院選なんで、そこはやっぱりね、ま、あの、うまく調整するというか、 だから結果的に議席と票が増えればね、あの野党にとってはいいことなんでね、そこはやっぱりね、あのよく考えてほしいなというのは思いましたね、うんまあ、それはね、まあ、いろいろ、まあ、本当にあの考えないと、次の参院選にも僕は影響するんじゃないのかなと、まあ、政党支持率にも、ね、影響するんじゃないのかなという風に思いますんで、まあ、よく考えていただきたいなと思いましたね。 チャンネル登録よろしくね。